よろしくお願いします。いらっしゃい、まさです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも、わかりやすく楽しく、いい飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、ということで、今回ですね、後継実況になっていくんですけども、相手の方が居飛車っすね。居飛車なんで、まあ、雁切りいこうかなって感じなんですけど、相手のまあ攻めの陣形がどういう感じになるかっていうのがポイントっすよね。さあ、なんか矢倉っぽく組んでくるのか、それとも雁切りくるのか。まあ、攻めの陣形としては、まあ、先手番の符号なんで6四歩か。6四歩型なんで、角は引いて使わずに、多分この7七ポジションが一番よくって、って思ってたら、矢倉組んできたんですよね。これだと、6五歩の攻めがなくないですかと思いながら、じゃあ一体どういう風に駒組みするのがベストかな、みたいな。一応、まあ、矢倉っぽくしとるけど、右玉の可能性も全然あり得るし、ということで、まあ、金上がって様子見をしていって、うん、まあまあ、まだまだ右玉の可能性もありますね。いや、そのなんか、角が2二にいて、6四歩ついてる形なんで、角、こっちもどこで使おうかなっていうふうになってるんですよね。まあ、引いて使うんかなとか思いながら、うん、まあまあそうですね、3一角なったんで角引いて使ってもいいかなっていう感覚にはなりました。まあとなると引いて使うとなると5六歩はついておかないかんしって感じかな。で相手からね、なんていうかな、6四歩ついてる形になってるんで、角交換をしようと思ったら6五歩ついて5四歩ついてみたいな、まあ順番的には5四歩からか、真ん中の歩ついといて、6五歩ついて、角道通して、6五歩同歩に、8六歩同歩同角みたいな感じかなにせんといかんのですけど、さてはさて、まあ、とりあえず矢倉に囲いたいって感じなんでしょうか。で、こっちは、まあ、右玉に行くか、雁木に行くかは、保留しておいて、まあ、相手としては矢倉に組んでこようとって感じですかね。入場するのかしないのか。まあ角のライン気にするんだったら入場はしたくないでしょうね。7七角に睨まれてるポジション嫌だったら2二はなかなか行きにくいだろうけども、一応相手は5四歩ついたんで角道が通ってきましたね、部分的にはね。でこれで6五歩同歩8六歩みたいな感じで角をさばこうとしてくる可能性はなきにしもあらず、まあそうなった時に、まあ、こっちとしては右玉に行く可能性も全然あり得るよっていう感じなのかな。わざわざなんか戦場になりそうな左側に行かなくてもっていう感じで、で今回はとりあえず、まあ、角引いて使おうって感じで、今回は雁切りしましたね。右玉系じゃなくて雁切りしました。まあそれは、まあ相手から、なんていうかな、早い攻めないでしょうっていう感覚だったんですよね。6五歩から角交換したとしても、まあ相手の方が打ち込みの隙は大きいし、まあ囲っといてどうかな、みたいな。さあ、ここで考えてるのは、4五歩からの仕掛けですね。例えば4五歩同歩、3五歩同歩、同角、で4四銀みたいな感じで、4四銀に6八角って引いといて、とりあえず一歩交換プラス4筋、3筋の歩をなくしておくみたいなことによって、まあ、例えば3六銀って出ていけるようにしたり、4五桂ってタイミング兼ねるようにしたり、そういう感じでどうかなって考えてるんですけど、それに加えて、まあ、相手が袖飛車にしてきたんで7五歩同歩同飛車みたいな感じで5段目に利かしてくる感じがあるじゃないですか。まあ、なのでこれはなんかその単純に4五歩から同歩で桂馬跳ねていくみたいな感じの変化じゃちょっとまずそうだから、まあ、1回4筋は捨てるだけ捨てといて、まあ、角道を通すという意味があって、まあ、3五歩で
歩の交換をしていってどうかなみたいな。で、袖飛車にしていることによって部分的にその7一角成みたいな、3五歩同歩同角からの7一角成、角がさこう右行って左行ってみたいな、そういう成りはなくなってるんで、さあどうしたもんかなと。まあ一回引くんでしょうけどね。まあここまでの手順はまあよくある形だと思います。でこれでまあ相手からやるとしたらそこしかないですよね。まあこれは取って追い返せばいいのかなっていう。まあ取って取って7六歩打っといて、で飛車どこ行くのと。5段目で威張られるのはなんか縦横方面に結構効いてるんで嫌だなっていう感じで一回追い返したのと、まあ自陣に直射してるのは嫌なんで、まあ歩のね、カバーはしとこうみたいな感じですよね。でまあ銀出ていって、これで攻めが飛車角銀桂の形が作れそうになってますよね。で相手が4四銀で受けてきたんだけども、これはね、なんかもし上がってくるんだったら、なんか3五角の時に上がってくるのは読んでたんですけど、ここで上がってくるんだったら別に銀ぶつけがあるしっていう感じっすよね。なんか4五銀からぶつけててどうなのかなとか思ったりで、4五銀ぶつけるとともに2四歩同歩同角みたいな感じで角さばけそうだなとか、で角さばいたら王様の位置が3一地点なんで、6一角打ちで飛車と金の両取りにして、例えば飛車が逃げたら4三角成同金で飛車先の歩が切り取ったら2三飛車成みたいな感じで攻めていけるなみたいな、飛車先突破できるぞと思って。で2四歩からなんかゴリゴリいけないかなみたいな感じで読んでるんですよね。まあ手順としては2四歩同歩で4五銀出て同銀に同桂で4四歩って打たれた時に、2四歩同歩4五銀同銀同桂4四歩2四角同角同飛車2三歩6一角みたいな感じで、まあ、今からやる手順ですね。今からやる感じのでどないなのかなっていうのはちょっと考えてるんですけど、まあ同銀に同桂でで4四歩打たれてで角交換していって、でまあそうですね、普通に2三歩打たれて、もしかしたらちょっと悪かったかもっていうか、まあ同角成の時に、あ、まあ2三歩じゃなくて2四歩同歩2三歩みたいな感じで飛車を追い返すみたいな手順の方が嫌でしたね。これだったらこっち手番渡ってるんで、まあこの角打ちどうすんのって感じですよね。この陣形で飛車渡せんでしょう。例えば7二角成同銀6二飛車打ちだと銀と玉の両取りでしょ。これは切ってどうすんのって感じですよね。切って同金なら2三成があるし、同玉ならこれ金で一手詰めですね。はい、ありました。はい、いかがでしょうか。今回ね、雁木の戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。おはようございます。